はい、浜田です。まあ、さっき国会の話がありましたので、それについてお話しさせてもらうと、6月の18日から国会が閉じたままでなります。まあ、その間都議会議員選挙であったりオリンピックであったりということなんですけれど、まあ、現在ですね、あのコロナの問題もありますし、また先ほど話し出たようにアフガニスタンのことなどもあります。まあ、そんな中ですね、国会が開いていない状況についてはですね、やはり、まあ、私も国会議員ですので、まあ、ぜひ国会を開いて、まあ、仕事をしたいということは訴えていきたいと思います。なかなか一般国民の方にとってはですね、国会が開いてる閉じてるって意識しない方が、まあ、多いんじゃないかなと思うんですけど、そうじゃない方も当然いると思いますけど、やっぱりいいですね、まあ、国会は開いていた方がいいと個人的には思いますし、まあ、おそらくそう思っている方も、まあ、多いと思いますので、まあ、私は、まあ、継続的に訴えていきたいとは思います。まあ、結局国会が開いていないというのはですね、憲法、一応憲法53条に野党が要求したら開くというのがあるんですけれど、ただ一方でじゃあ要求したらいつ開くんだという規定もまあないわけで、まあ、そういったところは、まあ、憲法の欠陥といいますか、あるいは、まあ、それを規定する法律整備が、まあ、まだまだなされていないので、まあ、そういうところは問題意識、今後も訴えていこうかなと思います。私の方からいくつかね、また連絡事項があります。一つはですね、私の政策担当秘書です。去年の11月からですね、政策担当秘書、ある弁護士の方になってもらっているんですが、就任当初はちょっと名前出さないでくれと言われていたので、まあ、公表は控えていたんですが、まあ、最近はいろいろと、まあ、心境の変化なども、まあ、あったのかは分からないんですけれど、まあ、公表も構わないということをいただきましたので、まあ、ここで改めて発表させてもらいます。弁護士されているですね、大滝康峰さんという方でございます。ツイッターの方も最近ね、始められて、大滝、まあ、滝はちょっと三髄がついて難しい、龍でかい、大きいは大に滝、大滝やっと弁護士で調べると、ツイッターの方アカウント引っかかると思います。ツイッターのアカウントの方には、はい、浜田聡の参議院議員政策担当秘書ということも、まあ、公表するようになりましたので、まあ、適宜フォローいただければと思います。まあ、本人は以前はですね、SNS は、Facebook で、主に活動していましたが、まあ、最近は、まあ、情報量が多いということで Twitter も少しずつ関与してきているということであります。次にですね、はい、あと、まあ、昨日私、ワクチンの方、コロナワクチンの方、昨日か、はい、水曜日に2回目接種をしてきました。はい、まあ、今のところ特に副反応をですね、まあ、重いのは出ていません。接種してから、数時間経ってからですね、接種した右肩の部位が、まあ、痛みが出てきたということで、まあ、昨日はですね、結構痛みも強くて肩を上げるのが、まあ、辛いほどだったんですけど、今はですね、だいぶ収まってきて、大丈夫な状況です。まあ、多分このまま収まるんじゃないかなとは思いますけど、まあ、そういうようなところでございます。まあ、個人的には、まあ、いろいろと、ね、ワクチン言われてますけど、まあ、安心感はすごく出ましたので、まあ、2回目接種してから1週間ぐらい経てばですね、十分な免疫効果が出てくるという報告がありますので、まあ、折を見てですね、まあ、全国いろいろと動き回っていろいろな人に、まあ、会いたいと思っていた人に会ってこようかなと思っております。で、次にですね、先週かな、ゲーム配信の YouTuber の方とコラボをさせていただきました。ヒタンチャンネルさんという方ですね、ヒタンチャンネル丸という方と、まあ、コラボをさせていただきました。もう私も最近ですね、最近というか、まあ、5月頃から、はい、ドラクエウォークというですね、オンラインゲームの
サブチャンネルも始めておりまして、まあ、それがきっかけになって、コラボすることになりました。まあ、最近のオンラインゲーム結構ですね、人口がなかなかすごいので、まあ、こういうところを、ね、あのゲームすることについて、なおですね、いろんな意見あると思いますが、まあ、一方ですごくたくさんの方がおられますので、まあ、可能性は感じております。少しずつ、ね、試行錯誤しながら進めていこうと思っております。あとですね、あと親戚の話になるんですが、親戚の訃報ということですが、ちょっと有名人なので触れておく必要があると思って今回お伝えさせていただきます。8月14日だったかと思うんですけど、ジェリー藤尾さんという方ですね、お亡くなりになりました。私の遠い親戚なんですね。で私今ね、名前浜田なんですけれど、母親はですね藤尾なんです。で、まあ、母親方の、まあ、ちょっと遠い親戚ということで、まあ、一応ジェリー藤尾さん遠い親戚ということになります。まあ、お年が80代ということで、まあ、まずはご冥福をお祈り申し上げます。まあ、あまり私もそこまで知っているわけではないですが、まあ、ただ親戚一同でですね集まったりしたことが何度かあって、少しはお話しさせていただきました。まあ、レストランとかで会食してるとですね、まあ、周りのおばちゃんがですねそのジェリー藤尾さんに気づいて、まあ、握手を求めると。で、まあ、それに対してジェリー藤尾さんサービス精神旺盛で、まあ、それに応えるという、まあ、こともありましたので、まあ、個人的には本当にサービス精神旺盛だな方だなという印象がありました。はい。まあ、こういうことについては、まあ、報道で知ることになりましたが、まあ、ひとまずご報告の方させていただきます。はい。というわけで私の方はひとまず以上になります。翼の党の黒川でございます。私たちは衆議院選に先立ちまして、諸派党構想関係で、まあ、全国11ブロックを回ろうという、まあ、諸派党構想ツアーをやっております。まだ2ブロックしか終わってないんですけれども、まあ、2つ行きまして、前回、関西ツアーを、行って回ってまいりました。大阪と京都、神戸を回ってきたんですけれども、まあ、特に大阪の梅田駅前凱旋に関しましては、まあ、80名ぐらいの方が集まっていただきまして、まあ、私たちも、まあ、なかなかに、たくさんの人が来てくれたなと思っております。もともとの翼の党の、支持をしていただいた方も来てくださってましたし、まあ、NHK 党の、支持をしてくださっている方も来ていただきましたので、まあ、そういう意味では、まあ、一応こう諸派党関係で、まあ、いろんな党派の関係者の方が、まあ、沿道にも来ていただけたということでですね、ご参加いただきまして皆様、まあ、本当にありがとうございます。そして、これからですね、すいません、新しいツアーの告知でございます。先ほど下にテロップを打っていただいていると聞いているのですが、諸派党構想九州ツアーでございます。明日、明後日です。8月21日土曜日、博多15時から17時、パルコ南口福岡駅エスカレーター前、こちら当初の場所と若干変更になっております。トラメガの音が聞こえる範囲ぐらいでの、修正になっております。8月22日日曜日、熊本11時から13時、熊本鶴屋伝廷前、鹿児島16時から18時、天文館伝廷前でございます。続きましてですね、その翌週になります、東海ツアーでございます。こちらは NHK 党の、末永圭さん、門田節也さんがおそらく参加いただけるというふうに聞いております。ぜひ、一緒にやれたらと思います。8月28日土曜日、静岡11時から13時、静岡駅南口水の森有限会社前、名古屋16時から18時、ビッグカメラ名古屋駅西口店前、8月29日日曜日、三重11時から13時、津駅前コインパーキング付近、岐阜16時から18時、16銀行本店前でございます。こちらが東海ツアーになります。
あ、先ほどの九州ツアー及び東海ツアーですね、一応来られる前に黒川敦彦のツイッター及びフェイスブックをご確認いただけたらと思います。ないと思うのですが、万が一何かのトラブルで、場所が変更になったりすることがございますので、ご確認ください。はい、続きましてですね、こちら北海道ツアーになります。9月の4日と5日でございます。こちらの、フリップにはですね、詳細調整中と書いているんですが、テロップの方にはちょっと最新情報をさっきもしかしたら入れていただいているかと思います。こちらは内部告発者を守る党の、斉藤忠之氏、らとですね、北海道ツアー、北海道ブロック担当の、斉藤さんたちと一緒に回らせていただきます。ちょっと詳細は、NHK 党の公式のアカウントでは下にテロップが出ていると思うんですが、またこれ告知させていただきます。9月の4日土曜日が旭川でございます。午後を中心に旭川市内で凱旋を回っております。こちらは旭川いじめ投資事件問題についてを中心にした街頭宣伝になっております。で、9月5日日曜日は、札幌で、これ13時頃街頭演説と書いているんですが、10時からと12時から、札幌市内で街頭演説を予定しております。何卒よろしくお願いいたします。はい、翼の党からは以上でございます。よろしくお願いいたします。追加でお伝えし忘れてました。月曜日にですね、堀江政経塾の8月の定例会があります。で、こちらで毎月ですね、定例会ゲストを呼んでるんですけど、今回のゲストは渡瀬裕也さんをお呼びしております。渡瀬さんといえば、いろいろなね、アメリカ大統領選挙の、情勢に詳しくて、いろいろなところで、発信されておられるということをご存知だと思うんですが、個人的には、減税運動についてですね、大変熱心に発信されておられて、実際にその動きが出ているかなと思います。そういったところ をですね、今後の堀江政経塾で、活かせるところがあると思うので、今回ゲストとしてお願いをさせていただきました。堀江政経塾についてはですね、定例会の様子は公表はしておらず、塾生さんのみなんですけれど、ただ、取材に来ていただいている方のですね、メディアの方が記事出してくださるのが、恒例になっておりますので、ぜひ記事も、塾生でない方は記事を楽しみにしていただければなと思っております。以上です。はい、よかったらご質問どうぞ。じゃあ。